国の国民的アイドル IU さんが実践して痩せたと話題のダイエット法 IU ダイエットの今回はアレンジ編をお伝えしていきたいと思います。この、まあ、IU さんですね、身長161センチ、体重44キロだそうなんですけれども、この方が実践して痩せたといわれるこの IU ダイエット法、まあ、詳しくは別動画でこの IU ダイエットのみをお伝えしておりますが、今回はこの IU ダイエットにプラスアルファ腸活の要素を取り入れることで、あなたがさらに腸内環境が整って、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を元気にして、ますます長期的に痩せることができるというお話をお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速その IU ダイエットの基本メニューです。朝リンゴ1個、お昼さつまいも1本、またはバナナ2本です。そして夜はこういったプロテイン飲料を飲む。そして水分ですけれども、1日かけて3リットル、まあ、彼女は飲んでいる、まあ、この方法をまあ約3日間ですね、まあ、続けていらっしゃるということなんですね。で、だいたいトータルでこのカロリーなんですけれども、まあ、550キロカロリー前後ということですね、まあ、もちろんこの大きさにもよりますから、若干カロリーは変わると思うんですね。さあいかがですか？もうこれだけ聞いただけでも痩せるだろうなって思いますよね。もちろん痩せると思います。もうそもそもカロリーがこんなに低い食事を3日間も続けるわけですから、もう最低1キロ最高でいかがでしょうね、まあ、2、3キロ行く方もいらっしゃるのではないかと思うんですよね。で、私もそうだなと思います。ただこのダイエット法を、まあ、3日間続けて、たとえ、まあ、体重が落ちたとしても、おそらくほとんどの方がリバウンドしてしまうのではないのかなと、まあ、美腸活専門家の私は思うわけです。それはなぜかと言いますと、やはりですね、偏ったお食事というのはあなたの腸内環境を、まあ、乱してしまうわけです。なのでここでポイントです。私がご提案するアレンジメニューというのはこちら、発酵食品をこの IU ダイエットのメニューにプラスアルファ付け加えてみましょうということなんです。では具体的にお伝えしていきますね。まあ、この発酵食品の良さというのは、もう今お伝えした通り、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて腸内環境が整って、まあ本来のその痩せ体質に変わることができますということ。ではどうすればいいのか、その発酵食品をこの基本メニューにプラスしていきましょうということで、一つずつお伝えしていきますね。ではアレンジメニューです。まず IU さんがとってこのリンゴ1個に対してプラス、朝プレーンヨーグルトですね、無糖 の、 お砂糖とかが入ってないものをセットで召し上がってみてください。そうすることで、このヨーグルトが発酵食品ですから、あなたの腸内の中で痩せ菌がどんどん増えるわけです。そうすると痩せ体質になれるわけなんです。で、ポイントはですね、よく噛んでいただくこと。もうそもそも食べる量が少ないわけですから、お腹が空きやすくなってしまうと、ついつい逆に食べてしまって、まあ、リバウンドにつながりかねませんので、よくよく今からお伝えするメニュー100回ぐらい噛んでみてくださいね。では次、お昼のメニュー行ってみましょう。で、お昼は、IU さんはさつまいも1本またはバナナ2本ということで、その日によってね違うそうなんですが、私はやはりこれ両方同時に取っていいなと思うんですね。ただ全部取ってしまうと食べ過ぎなので、さつまいもは半分、半分ですね、2分の1本で、バナナもまあ1本にしていただいていいと思うんです。で、その時の食べ方がポイントなんですけども、まあ、バナナはそのまま1本ね、召し上がっていただいても良いんですが、ここでワンポイントアドバイス。バナナってですね、南国系のこういったフルーツはあなたのお体をね冷やしてしまうんです。そうするとあなたの腸がですね、こう動かなくなってしまう可能性が、まあ、大きくなってしまうわけですよね。なので、できれば、まあ、ホットバナナ、まあ、ちょっと電子レンジでちょっとチンと加熱していただいても良いですし、ちょっとそのキンキンに冷えたバナナを食べるのは
NG ですから気をつけてくださいね。でバナナは基本温めて食べていただいて、でこのさつまいもなんですけれども、こちらの不溶性食物繊維といって、その繊維質が非常にたっぷり入ってます。なのでもしあなたが便秘がちであれば、このお芋ばっかり毎日食べ続けるとですね、かえってまた便秘になってしまう可能性が大なんですよ。ですからポイントとしてやっぱり、まあ半分ぐらいの量で、このさつまいもが入ったですねお味噌汁を召し上がっていただきたいんです。この味噌汁がやはり発酵食品ですから、さつまいもだけではなく、さつまいもを入れた、さつまいも具として使ったお味噌汁に、まあ、バナナ1本、まあ、バナナなくてもいいと思います、まあ、そういった形でアレンジされるとさらに痩せることができます。で次、夜のメニュー、先ほどお伝えしましたこのプロテイン、もしあなたが女性でいらっしゃるようであれば、おすすめはね、植物性由来のプロテインをおすすめします。何かというと大豆からできたプロテインです。でさらに、まあそうですね、カロリーを気にされるようであれば、まあ、こういったシェーカーにお水でこう溶いてよく振って作ってもいいと思うんですが、ちょっとここでですね、まあ、さらにタンパク質しっかり取りたいなということであれば、なぜかちょっと朝と、朝はヨーグルトでちょっとタンパク質取れますが、圧倒的にちょっとタンパク質の量が足りないんですね。なのでこのプロテインを作るときに豆乳で作ってもいいと思います。牛乳よりは豆乳おすすめしたいですね。でもしただあなたがもう日頃からすごく運動されてるとか、体を鍛えてさらに絞りたいとかですね、こう結構激しい運動されていらっしゃるようであれば、このプロテインはもうホエイといわれる、まあ、動物性のタンパク質のタイプでもいいとは思いますが、まあ、ダイエット目的、美容目的であれば大豆おすすめいたします。あとプラス注意点です。プロテイン選ぶ時のもうぜひぜひ無添加、もう極力無添加のものでお願いします。で私はこちらはもう本当に原材料名もすごくプレーンで、大豆とココアパウダー、カカオ大豆 100%、 要はこう砂糖とかが全く入ってないですね。もうほんと完全カカオのパウダーだけと、まあ、レシチン大豆だとこれもうたったこれだけなんですよ。で市販のプロテイン結構はね、いろいろ添加物入ってます。人工甘味料であったり、もうその他もろもろいっぱい入ってますから、ぜひこの原材料名チェックしていただいて、もう極力プレーンでもう数が少ないものを選んでみてくださいね。そして私がアレンジしたのはアイユーさんプロテインだけなんですが、ここで納豆キムチをね召し上がっていただきたいんですよ。もうこれ発酵食品の組み合わせ最高です。もうネバネバ食品ですし、キムチなんかも乳酸菌がたっぷり入ってますから、納豆に適量のキムチを入れていただいて、よく混ぜて夜に召し上がってください。もう納豆は夜召し上がるのが一番効果があると言われてますから、ぜひぜひ、まあ、プロテインとそのキムチ、納豆キムチですね、召し上がっていただくことで、あなたの腸内環境も完璧にですね、二重丸になった状態で早めに夜休んでいただきますと、もうどんどん脂肪を燃焼してくれて、あなたはこのアーユーダイエットアレンジレシピで綺麗に元気に痩せることができると思うんですね。ただしこれはですね、もうその何日も何日も続けるようなものではないですよね。やはり、まあ、最低3日から5日ぐらいで終わらせていただいていいと思うんですね。でしかもそのアーユーダイエットを始める前後がすごく大事。例えばあなたが日頃お菓子をいっぱい食べてたり、ストレスで止まらずにですね、お肉とかポテチとかその脂っこいものが大好きで散々食べて、いきなりこのようなダイエット法に取り組んでしまうと危険です。すごく頭痛が出やすくなったり、お仕事に支障が出たりする可能性がありますから、私がおすすめするのは最後ここポイント、準備食と回復食といって、アーユーダイエット始める前の2日と後の2日をしっかり準備していただきたいなと思います。で具体的に何をすればいいかというと、この準備食の時はその普段召し上がっているお食事をですね、和食中心にその前2日間ぐらいからこう準備していただきたいです。そうしないとお体の負担がやっぱりね、ダイエット中に起こりますから。でどんなものを食べたらいいかというと、もう和食です。もうお米
と味噌汁とその発酵食品であったりお魚とかですね、ちょっとお肉も休んだ方がいいかもしれません。そしてそういった食事を2日間ちゃんと準備した後に3日からまあ最高5日ぐらいこのアレンジレシピで取り組んでいただいて、で回復食、ここすごく大事。このダイエット中にあなたの腸内環境をきれいに整っていくわけですから、そこでいきなりダイエット終わったやったとかですね思ってケーキを食べたり、その洋菓子をいっぱい食べたりポテチ食べたりですね、お肉をいきなり食べたり、ダメですよ。腸がびっくりしてしまいますし汚れてしまいます。ですから回復食というのはできればここで糖質、炭水化物系ですよね、あのお米とか入ってませんから、お粥から召し上がっていただいたり、私がまた別動画でお伝えしているその大根スープ、大根がゆというですねファスティングでも使うそのデトックススープがありますから、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておきますね。そのレシピ見ていただいて、そういったお粥から召し上がっていただく、で徐々に、まあ、お米に変えて、まあ、お野菜系から始めて、で回復食の2日目あたりから、まあ、徐々にですね、まあ、大豆を取っていただくとか、まあ、そういった形でもいいと思うんですね。でこの準備食や回復食のレシピは私また別動画、ファスティング動画でもお伝えしておりますから、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。でまたこのファスティングでご興味ある方はですね、詳細欄に貼ってある LINE のリンクから皆様どんどんご登録されて、私直接個人的にですねどんどん皆様一対一でやり取りしておりますので、遠慮なくご相談くださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしていくことで、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。